いや、ようやく、バンテリンで勝てましたね。いやー、ただちょっとやっぱ呪われてませんね呪われてるんじゃないかなってくらいの、なんかね、試合展開でしたね。えー、6月14日水曜日、エロって対中日、2対1で、辛くも勝利ですね。まあ、良かったです。勝てて、昨日がね、あのー、大敗だったんで、今日は絶対勝ちたいってところでね、良かったです。まあ、種市選手が、粘りのピッチングでしたね。 5回3分の2か109ねよく粘りました、球数はちょっと増えちゃったんですけどね、まあただリリーフが素晴らしかったですね、東選手、ペルトモ選手、沢村選手、そして増田選手、ね、これぞロッテラーみたいなところでしたね、えー、あとは、まあ、安、岡ピ、えー、山口選手、2安打、ね、2安打の活躍ということで、あとなんといってもね、えー、谷保さんが、えー、今ね、 でも言ってるんですけど谷保さんのアナウンスの和久井さんとね加藤翔平加藤翔平がね弾けるというねあと和久井投手はあのー、ちょっとあのね今どういう楽曲使ってるのか分かんないですけどそのロッテ時代のあのその、ね、マウンド上がるときに嵐の曲を使ってたっていうのちょっとな何なん,なんですかねこの辺のエモい感じねえずるいっすねただでさえイケメンなのにねえ まあでも、ね、涌井さんも、まあ、調子は多分そこまで、最初でもすごかったですけどね。まあ、そういうのを含めてちょっと振り返っていきますと、初回ね、今日は先頭藤原選手だったんですけど、藤原選手がもう 3, 3球三振みたいな。最後、インコースのズバッと来るストレートね。手が出なかったっていうね。で、藤岡選手はセカンドゴロ。そして、中村選手もね、ノースリーになったんですけど、そこからストライク3つ入れられて、最後空振り三振とかで、ね、涌井選手が、 完璧な、9球かな初回は。9球ではなかったっすね。12球か、でも完璧なピッチングして、うわぁ、今日もこの感じかと思ったんですよね。そう、そして、種石選手がね、えー、先頭、大島選手は、あの、ファーストゴロに打ち取るんですけど、あの、2番の村松選手に粘られ、粘られ。ね十10球目でフォアボールって、もうこれはちょっと最悪でしたね。これはやばいぞと思ったんですけど、岡林選手はね、えー、この粘られたんですけど、7球目で。 えー、見逃し三振。そして、細川選手の時に、ね、トく君バズーカが発動しまして、盗塁失敗ということで、これはでかかったっすね。まあ、ただ、初回だけ22球投げたのかな。ちょっとね、やっぱ初回、かさむのが不安だなってとこですよね。そして、2回、えー、先頭の山口選手が、もうアウトコースズバッと来るね、えー、ストレートで見逃し三振で、うわちょっとやっぱ、まずいなと思ったら、やつがね、なんと、 フェンス直撃は二塁だ。これね、もうフェンスの上だったんですもう。ねだからホームラン、リクエストかかりましたもんね。ホームランじゃないかみたいな、フェンスの上にね。まあ、ちょっとフェンスギリギリだったんですけど。いやただこれね、びっくりしたのは、僕打った瞬間あの、テレビで見てたんですけど、レフトフライかなと思ってね。その当たり的にそんな、なんかすごいなと思ってでも、なんか大島選手があれ,あれよ、あれよって感じで、ね、バックしてて、えー、入ったんじゃねえかなみたいになっててね。 これはすごかった。安、すごい、パワー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 を持ってますね。そして、その後ね、オカピーが、ね、えー、センター前、タイムリーということで、これちょっと甘い球来たんですけどね。素晴らしかったですね。そしてね、この後なんですよ、菅野選手の時に、まあ、ワン、ワンスリーかなワンスリーの時にオカピーが、盗塁をしてし、盗塁をしてしまいじゃない。盗塁して、タッチゃウトになっちゃうんですよね。ただ、この後、菅野選手がフォアボール、そしてトシクもフォアボールだったんでね。また、 チャンスを作るんですけども、ね、まあ、種市さんということでね、そう、サードゴロと、バットが折られましたね、ちょっとこのあと、ねあ、手、大丈夫かなと思ったんですけどね、ただ2回、えー、細川選手を見逃し三振、えー、ビシエイト選手、サードゴロ、福永選手も空振り三振ということでね、そう、3者、問ンタナに抑えるんですけど、結構ここもね、20球近く投げてるっていうね、ちょっとね、ファールで粘られたり、アウトコース、いいコースが。 ね、微妙にストライク入れなかったみたいな、ちょっとありましたね。そう、そして、4、3回か、3回裏、えー、先頭の木下選手ね。ここね、2ツーストライク追い込んでから、いい球2球いったんですけどね。最後、昨日の、あの、ボール球みたいな感じでねあ、今回もボール球をうまくライト前ヒットを打ちまして、まあノーアウト1塁かと思ったんですけど、ここ、リューク選手を、えー、レフトフライに抑え、えー、涌井選手を、ね、バットしたんですけど、スリーバント失敗。 そして、えー、大島選手は最後、空振り三振でね、そう、よく粘りましたね、もうただ60球ぐらい3回で投げてたて、ね。そして4回ですよ、えー、ワンナウトから、えー、また安田選手がセンター前ヒット打ち、オカピがライト前ヒット打ち、そして、あのー、菅野選手ねあの、先ほどもさらっと言いました今シーズン初スタメンの菅野選手がね、えー、ワンナウト1、2塁の状態で、 あの、ワンストライクワンボールぐらいかな、ライト線にめちゃくちゃいい当たりってね、これ入ってたタイムリーだわっていうのがファールになりまして、うわーって思ったんですけど最後センターもヒ打つと。で、満塁ですよ。満塁。満塁とは。ってとこで、しくんが2球目を、ファーストゴロ。で、でビーシェイド選手は、A、ホームに投げ、アウト。ホームからファースト投げてですけど、普通だったらちょっとゲッツーかなーってところだったんですけど、なんとかね、あのー、 ビシエド選手がちょっと落としていただいて、ね、スタート満塁ですけど、種イ選手が結構セカンドゴールね、ちょっとこの辺のね、ピッチャーが打撃に入るという、この機能もあったんですけどね、チャンスで回ってくるというね、<laughs> 難しいセ・リーグの野球無事みたいな感じで出てますね。そうですね、まあ、ただ4回はあのー、ね、4回、あれか、そう、この流れで、流れで4回、村松選手がレフト前1つなんですよ。そして岡部屋選手、ライトフライのね、 とって、細川選手ということだったんですけど、最後ね、2-3だった、2-3でしたっけなんか、2-2か2-3か、2-3かな忘れちゃったんですけど。えー、最後、アウトコース見逃し三振で、そして村松選手はね、あの、走ってたんで、走ってたことは2-3ですね。えー、通り失敗ということで、トシ君が2回目のね、トシ君もうキレッキレでしたね。もう最高でした。そして、5回、先頭の藤原選手が、レフトへのツーベースっていうか、これはレフト、 ねまあ、左中間寄りのレフトマヒットだったんですけど、これよく走りましたね。ツーベース、結構ギリギリだったんですけど。ねえ、ただ、その後でしょ、藤岡選手、センターフライ。ねえ、中村選手、ショートゴロということで、ランナーを進めれずね、あまあ、ショートゴロの間には、あの、ランナー三塁に行ったんですけど、ねえ、おい、おい、またか。またか、ロッテ。と思ったんですけど、山口選手はツーツーからタイムリーヒットという、これ、4番の仕事ね。 これはでかかったっすね。そう、これはでかかった。そして5回、えー、3人で抑えまして、この回は一番友達少なのが13球で抑えてね。それでもう一回いけたんですよ。それで6回のね、裏、えー、先頭リュウク選手、レフトマヒット打たれ、えー、だいたい石川選手、枠井としてね、だいたい石川選手には三振に打ち取り、大島選手もレフトフライに打ち取り、ツーアウト。一塁で、また村松選手にライトマヒット。あ安打だね。 そして、岡林選手にタイムリーヒットで、一点差、なおもう1、3塁ってとこで、出てきたのが、東投手ね。いや、こういうとこでやっぱ出てきてくれてね。そして、東投手が、ね、昨日もう、打たれに打たれた細川選手を、最後ね、ワンバウンドで、空振り三振とかで、いや、素晴らしい。東投手、素晴らしいですね。そう。そして、7回は、えー、ペレドモン選手が上がって、 えー、リセード選手、セカンドゴロ。福永選手は先頭ヒットを打たれるんで、打たれ、伊藤選手、バントを決め、ツーアーと二塁だったんですけども、最後、龍ク選手のサードゴロということでね。ペレちゃんは、ランナー出してもいいんですよ。ね。そう。そして、8回。8回ですよ。2対1とまま来てね。先頭、中村選手が、なかなか今日はいいとこはなかったんですけど、ツーベースを打ちます。素晴らしい。いろんな。 声がありますけど、3番中村選手、素晴らしいです。そして、山口選手もセンターマヒットで、1、3塁。そして、安ね。安が来た。もう、今日当たりに当たってる、安。で、ここ、ダイソー、1塁、和田君出て、すかさず通りしてね、2、3塁の状況で、安です。もう、ノー、ね、ノープレッシャー、安。だったんですけど、セカンドゴロを打ち。ね、これで、あの、ホームタッチアウト。そして、オカピーが、ピッチャーゴロを打ち。 えー、これで三塁で、まあ、ちょっと挟まれつつ、アウトで、なおも二、三塁だったんですけど、菅野選手がショートゴロ、ね、ちょっとロッテ野球が結構炸裂してますね、満塁で、<laughs> 満塁で点取れねえとかね、そう、まあ、ただ、それを払拭してくれたのがね、えー、今日上がってきた澤村投手、放牧から戻ってきましたね、澤村投手が、えー、大島選手、セカンドライナーじゃなかった、その前、加藤選手か。 加藤翔平選手、センターフライ。伊大島選手、セカンドライナー。ね、村松選手は、今3本目のヒットを打たれるんですけど、レフト前ヒットだったんですけ岡林選手、ショートゴロということで、素晴らしかったですね。戻ってきて、放牧成功です。そして、9回、まあ、ロッター、ね、チャンス作るんですけども、ここは割愛して、えー、9回、増田選手が出て、えー、細川選手に、ね、ちょっと、おって思ったんですけど、まあ、通常のライトフライ。そして、ビシエド選手はサードゴロ。で、最後、高橋周平選手をね、 空振り三振ということで、マスタ選手も、ちょっとね、広島戦は、なかなかちょっと危うい、まあ、手も取られましたし、危なかったんですけども、今日は完璧な、ね、でしたね。いやー、よかったです。今日負けてたら、ちょっと地獄、もう、中日戦がね、なんか、まともにロッテさんが出してくれてたんですけど、まあ、名古屋ドーム全然勝ててなかったですね、ここは数年。ね、ちゃんと勝てたのが、何年ぶりぐらいの感じ、2年ぶりぐらい。 ね、2年ぶりって当たり前か2年前は勝ってないのか何かちょっと分かんないですけども勝ってない全然勝ってなかったんで、まあ、ちょっと渋い渋いというかね、まあ、ピッチャーのおかげでこういう、まあ、ロッテこういう試合をね結構ものにしてきたから今の順位があるんですけども、まあ、もうちょっとね明日は楽にね勝たせてあげたいな欲しいですねミマッチ今シーズン初勝利をね捧げてほしいんですけど相手が柳投していうことでちょっとね強敵ですけどもまあねなんとか 打線がね、まあ、安、まあ、今日十1安打打ってるんですよ。そう、アン安打は打ってるんで、あとはやっぱチャンスですね、メンタル的に。そう、どこかな、明日柳投手がね、えー、一応2勝4敗ではあるんです、今年はね、2勝4敗なんですけど、防御率2.67ということでね、まあ、とてもいいですね。ミマッチはちょっと0勝4敗、6.75ということで、前回ね、 そこまで悪くなかったんで、まぁ、あ、ちょっとあの感じで言ってもらえればね、6回2失点ぐらいで言ってもらえたらと思います。よろしくお願いします。というわけで、まあ明日勝ってね、カード勝ち越しを決めましょう。お願いします。ということで、ちょっと明日また、ちょっと配信できたらやろうかなと思うんで、よろしくお願いします。ということで、以上、中野とピロ1番乗って、オンチャンネルでした。今日も一日お疲れ様でした。ありがとうございました。